こんばんは。8月21日午後7時になりました。356回ですか、しゃべくり真っ白の時間です。今日の真っ白なんですけども、最高予想気温が31度で、まあ、そのぐらいでしたかね。で、夕方になったら今雨降ってるんですか、じゃんじゃん降ってるんですかね。ね、外は、降ってると思うんですけれども、実は今日はですね、先ほど5時ちょっと過ぎまでね、私下信濃にいましてね、ボランティアで行ってたんですよ。暑かったですよ。そしてね、今日生放送あるんで帰らなきゃ帰らなきゃって言ったら、なんだって言うからね、7時から生放送あるので、見てくださいと言ってね、宣伝してきました。下信濃の自動センターですかね、はい。皆さん見てますか、はい、見てくださいね、はい。ということで今日夕刊なんですけど、今慌てて帰ってきてね、見たらダメだね、今日の新聞は、民進党代表選だとかね、こっちはオスプレイ、あ、ダメ、ね、今日の新聞ダメ、御嶽海出てないからやめですね、はい。ということで、ですね、今日は、綺麗な方ね、おいでいただいてますね、園芸福祉安園会の会長の宮沢さん、そして宇津井さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ところでね、この素晴らしい活動をされているこれですかね、あれ取れない、取れた。素晴らしい活動をされているそうなんですけれども、これはいつ頃からこういう素晴らしい活動を始められたんですか。私たち平成18年に輝き広場松代で園芸福祉の講座を受けまして、やはり園芸を大好きで、園芸を通じて地域の人々と交流して、うん、なんか幸せな気分になれたらいいなということで、うん、平成18年に会を発足いたしました。今年で12年目になります。おお、でこの賞を取られたね。そうですね、素晴らしいですね、はい。こういうのってのは結構こう狭き門なんですか、これはどうなんですか。これ厳選なる審査がございまして、長野市の方から現地調査と、うん、いろんな書類審査がございまして、その中で選ばれるってことは本当に名誉なことだし、数少ないことです。なるほど、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。で、ところで今はどのような活動を主にされてるんですか。これですかね、はい。あっと、飛んじゃったかな。今ですね、年に2回種から苗を育てまして、うん、はい、松代保健福祉センターの花壇の植栽をいたしております。それと、うん、松代病院さん の、 花の植え替え作業も、うん、年に2回やらせていただきますし、それから松代の駅前の花壇もね、うんうん、少しお手伝いさせて植えさせていただいております。あ、そうですか。ところでこのね、先ほどもお話ししたんだけれども、この素晴らしい活動をされてるんですけども、この活動をされたきっかけっていうのは何なんですか。まあ会のきっかけは先ほどお話しした、うん、輝き交流広場での、うん、受講なんですけれども、うんうん、私個人の園芸の、うん、まあきっかけっていうのは、うん、まあ、私39歳の時にちょっと病気をいたしまして、うん、じゃあまだ2、3年前かな。いや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 で、まあその時にもう仕事を辞めまして、やはりうちでねちょっと療養している時に、もうなんかちょっと気分が落ち込ん、突然ねそういう風になってしまったので気分が落ち込んだりしている時に、まあ園芸雑誌を見つけまして、うん、そのなんか本当に花の美しさにね、うん、ちょっと心が癒されたんですよね。なるほど。で、そこから園芸を始めようと思いまして、そのなんか癒された、そういったことの延長上で園芸福祉の講座を受けさせていただいて、まあ、今の活動につながっています。それでそういう活動をされて、でメンバー、今のメンバーは、まあ、宇津井さんも含めてどのぐらいいらっしゃるんですか。今男性が3名、女性が9名の合計12名です。で、臼井さんも途中からね、入会していただきました。臼井さん、会の状態いかがですか。どうですか。私も花が大好きで、独学で勉強してきたんですけども、どうせなら、ちゃんとした先生の下で勉強したいということで、長野市が主催した
花と緑と人を育てる学校っていうのがございまして、第一期生として入りました。そこで今の安住の会の人と知り合って、また安住の会の人と話すとみんなオーラがあって目が輝いていて、輝いてて本当にあそういうんだら、そういう人との中で一緒に花作りをしたいなと思って、思わず入れていただきました。あ、そうですか。そのそういうガーデニングする時っていうのはどんな風になんか予定を立ててデザインかなんかしてからやるんですか。私はね、むしろ庭の設計の方を特に勉強して、なるほど、庭の設計士の方の立場です。で、花の技術も大事なんですけど、いかにその花の可愛らしさとか、持ち味を生かしてあげるかなということを、なるほど、工夫してます。どうですか、そういうことやってると皆さん楽しいですか、苦しい、大変、なんだ、なんですか、苦しい、楽しい、嫌だ、嫌なことねえな、こともありますけど、うんうん、楽しいこともね、うん、ありますよね。本当にお花って美しいですのでね、花壇が完成した時、それから私たち種まきから育てます、うん、育てているのでね、うん、その種が発芽した時からもね、とっても楽しいです。うん、これが、うん、これもそうですか、これは違うかな、これは、これがそうですかね、はい、これがそうですかね。今映っている育苗箱なんですけどもね、これ8月12日に私が家で種をまきまして、やはり今ちょっと種をまくにはね、発芽適温ではなくて暑いものですから、それを周りを冷やして発芽適温にして発芽させるっていうのがちょっと大変なんですけれども、今まくと秋にもう花が咲いてくれるのでね、パンジービオラっていうのは今まいて、そして秋に咲いて、まあ、それを 冬をね越すのにしっかり根を張って冬越して、で春にねパーッとねこう綺麗に揃うんです、花が。それがすごく素晴らしいですよ。まあ一年中ね楽しいかと思うんですけども、このやっぱり、動物、まあ人間もそうなんだけど、動物は酸素吸って二酸化炭素を吐いて、植物は逆だよね。そうですね、やっぱりこういい循環っていうのはあるんですかね、やっぱり皆さん、はい、植物、そういう、うん、光合成って皆さんご存知でしょうか。光合成は知ってるけどそうですね、光合成っていうと植物の葉がそうですね、二酸化炭素を吸い、そして根から水を吸い上げて、それで植物が作用してこういうエネルギーに変えて、そのあれで副産物として酸素を出してくれる。だからこのね、私たちは呼吸をして酸素を吸って二酸化炭素を出す、で植物は二酸化炭素を酸素に変えてくれる、そういうね、循環する、とっても癒し効果の他にもいい作用があります。なるほどね。でさっきあったんだけども、これがあれですか、種、このような種を巻いてますか。これがさっき説明あったんですか。そうです、さっきのね今巻くパンジービオラの種です、うん、なるほど。やっぱり大変なんでしょうね。パンジービオラの種、種を買ってきますと裏に細かくね説明書きがあります、うん、それに沿って種まきをするような形、やっぱりなんかねそういうまあ、ただ自分で種をまくんではなく、裏にいろんな情報が書かれていますので、適温は何度ぐらいですとか、いつごろまいたらいいかとか、どうやって育てたらいいか、光が好きか光が嫌いかっていう、そういうね植物の性質っていろいろあるんですよ。そういうことが全部書かれてますのでね、うん、ぜひ種まきする方はその後ろを読んでください。まあいろいろ他にも苦労なこともたくさんあるんでしょう。楽しいけれども大変な苦労だとか、うん、ね、そのやっぱり楽しさじゃなくて、その陰に隠れた苦労というか、うんうん、皆さんは花の咲いたのしか見ないですけど、うん、そこまで育てるその苦労、この育てるその嬉しさと、それから辛い時もございます。だけどそれを見た時に、皆さんが見て笑顔になってくれた時のその顔を見て、我々その苦労が報われて、なるほど、やったっていう感じになります。なるほど、やっぱりそうなんだな。苦労なんだけども、こう見てる人がね、こう喜んでくれた嬉しそうな顔をすると嬉しいんだね。やっぱりボランティアの精神ですね。で、これいろいろね活動されてるんですけども、先生っていうのはいらっしゃるんですか。
あの私たちね、先生っていうのは、うん、あの いないんですよ。あの会員一人一人がみんな先生っていうか、うん、あの園芸をもう本当にね、あの好きで取り組んでおりますので、うんうん、種まきに詳しい方ですとか、花の名前に詳しい方ですとか、それからまあ育て方に詳しい方、まあ、いろんな知恵を出し合って、うんうん、あのみんなであの園芸知識を高め合っています。お、先ほど臼井さんはその技術的じゃねえや、そのレイアウトか、レイアウトなんだけども、やっぱりそこら辺は勉強されてきたんですか、いろいろと。そうですね、私の場合はあの通信教育で、マスターしたくて一生懸命勉強しました、うん、だけどそれはペーパー上なんで、やっぱり自分で実践をして花の性格だとか持ち味を生かしてコーディネートした方が素敵な花になるかなってことで、いまだに勉強を続けております。あの宇宙さんね、お聞きするとなんか博物館にお勤めなんだけども、そういうところも全部自分でデザインしちゃうんですか。あの今たまたま私博物館の館長をやっておるんですけど、やっぱり花がなくて、皆さん寂しいっていう言われますので、うんうん、じゃあ私ができる範囲でってことでコーディネートして、うん、花今いっぱいにして、今はローズガーデンを作っております。だいぶ好評で、もしよかったら皆さん見に来てください。博物館よりその庭見た方がいいなんて人はまあいいでか。まあいいでな。冗談ですよ。はい、わかりました、ありがとうございます。あとこの皆さんでいろいろな活動されてるんですけれども、その毎日集まってるわけじゃねえね、あの仕事じゃねえんで、どのぐらいのペースでこうお集まりになって活動されてるんですか。一応定例会っていうのは月に一度、うん、第3水曜日って決まってるんですけども、うん、あのやはりあのこういった種まきを しなければいけない、苗の育ち状況もありますし、うん、あの植え替える時期っていうのもありますので、うん、それはあの水曜日を中心にして、あのその時々、うん、あのあまあ、暑い時は午前中したりとかね、うん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 、とにかく水曜日を中心に活動しています。なるほど。 あとそのいろいろ石器時代じゃねえからさ、手で全部石で作るわけじゃねえんで、道具とかってのも大変じゃない、いろいろあるんじゃないですか、道具器具機材とかってのも。そうですね、あの基本的にはあの私たちあの自分でね持ち合ったの、うん、まあ本当に草取り釜とかね、そういったものは、うん、あの移植ごてとかそういうものは自分で持ち寄って、うん、あと水くれ用のホースはあのセンターのものをお借りし、うん、であとあの先ほど あの育苗箱ですとか、うん、育苗 あのポリポットですとかは会の方で用意しております。そうなんですか。じゃあ皆さん道具ね、皆さん持っていらして大変ですよね。じゃあ皆さんそれぞれに私はこれ私はこれって持ってきてこうやるんですか。いや自分で使うものは自分で。ああ自分で使うものは自分で持ってくるんだろう。そうですか。あ、そのようなことであのやっぱりそういう活動をする中でね、地域人と地域の皆さんとのつながりっていうのはこう結構あるもんですか。そうですね、あの私たちあの年に1回そうですね、あの5月の第3水曜日の午後ってもう大体決まってるんですけども、うん、苗でつながる交流会というのを毎年行っております、うん、これあの皆さんが苗をお持ちいただいて、うん、そのお持ちいただいた苗を その場で交換していただく、うん、それから私たちが宿根草であるとか一年草であるとか自分たちで苗をあの育てたものを勉強不足で出根草っていうのは、ね、すいません皆さん知ってて俺だけ知らないけど、出根草っていうのは植えたら毎年ね、うん、あの生えているあのそのまま多年草ってやつですか。そうですね、まあ、そういうものです。一年草っていうのはそのパンジービオラですとか、あのその時期をが過ぎると枯れてしまうものですね。難しいこと言いますね。多年草出根草っていうんですか。そうですね、はい、あそうですか。ですのであの、うん、そういったところであの本当に格安でお売りして、うんまあ、地域に花の輪を広げているということと、うん、あの私たちあの活動費というのは、ね、あの今のところ補助金って今あの現在いただいてないんですよ、うん、ですので、まあ、3個で100円の原価で売って、うん、そこであの得た売上で次の活動につなげるという、うん、なので苗でつながる活動、なるほど、苗でつながる交流会という、
いい言葉を作りましたね。そうですか。で、皆さんそこでお茶されたりですとか、あの園芸談義に花盛りになったりしてね、あのとても楽しい時を過ごしていただいています。いいですね。そうですか。まあそろそろね、時間にもなってきてしまった。最後にこれ説明、これは何ですか。これはあの私たちやはり12年目になりますとね、うん、なかなかあの、ね、皆さん60代が70代、うん、70代が80代になってしまって、うん、なかなか、ね、活動が、ね、ちょっとあの縮小気味になってしまうこともあるので、まあ、ご興味のある方は私たちと一緒に園芸知識を高めたり園芸活動をしたり、楽しい、そうですね、あの花見とかね、うん、あのそういう活動もありますので、ぜひ参加させて、参加していただければありがたいかなって思います。わかりました。宇瀬さんどうですか。宇瀬さん、なんか最後に一言なんかありますか。はい、うちのクラブは、スポーツクラブと違いまして、勝ち負けがございません、はい、感動と喜びをみんなで共有できます。いいね、言い方。それと最後まで、定年がございませんので、いいね、体の動く限り仲間として活動できます。ぜひ皆さん一緒に活動してください。いや、いい、いい、さすがね、館長さん、いいこと言いますね。素晴らしい。じゃあ、あの安田さん、いいですか。もう先の何かありますか。はい、ありがとうございます。はい、わかりました。それではね、お二人、あのお忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。パーソナリティはね、はい、はい、こんばんは。今日は珍しい、今日は珍しいですよ。すごい。どちらさんでしたっけ。いつも配信をしています、坂井さんですね。あ、そうですね、はい。こちらに来るのは初めてですか。先週やりました。あ、先週。宮坂さんが飲みに行ってる時にやりました。公衆の面前でそういうとこ行ってはいけません。すいません。はい、はい、ということでお知らせなんか。はい、そうですね、はい、ですね、真っ白ロイヤルホテルでですね、はい、9月17日にオールディーズナイトっていう、いわゆる昔のね、ロカビリーとか、ちょうど1950年代60年代の音楽の一夜を過ごしませんかということですね。その前売り券が8月31日までロイヤルホテルの方で売っておりますので、ご興味のある方はぜひいらして、素敵な一晩を過ごしていただきたいと思います、はい、お値段はちょっとしますね、1万円ほどですけども、はい、安いもんだな。そうだね、安いもんだ、はい、3時間も働けるようになっちゃう。すごいな。嘘だよ。はい、はい、ということで、はいはい、来週ですね、はい、来週はですね、あのこの4月に、新しく松代消防署に赴任されました、はい、内山仁さんという方にお越しいただいてですね、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。あ、パーソナリティ坂井さんじゃん。これがね、デビューですね。うわー、すごい、困っちゃいましたね。もう拍手して、ありがとうございますね。デビュー作ですよ。もう身内だけでありがとうございます。すごく緊張してやってください。はい、もう今から人という字をたくさん書いてます。はい、はい、人飲んでますね。はい、はい、どんな話なんですか。この方はね、はい、あのレスキュー隊の方に長くやってらして、なんかそういう活動もあちこちでやられたっていうのでね、そこら辺もちょっとお聞きしたいかなと思います。この素晴らしいお話をね、いただけるんですね。そうですね。わかりました。はい、大変ですね。まあ頑張りましょう。やってくださいね。はい、ありがとうございます。それでは来週のしゃべくりマッチをどうぞお楽しみに。よろしく。